トランプで勝負。受けて立ちたいとこだけど、相手が陽キャオーラ出まくりのエース氏だから気が引ける。ああ、皆さん、暗くて陰気臭い嘆きの島、スティークス本部へようこそ。あんたは。どうも。スティークス所長代理、イデア・シュラウドです。はあ、あれなんかノリ悪いね。とか嘘とかない。驚きすぎて逆に落ち着いてきました。確かに、シュラウド家とスティークスに何らかのつながりがあるかもしれないとは話してた。で、あんたが所長代理？何らかのつながりどころじゃないじゃない。おい、かいわれ大根。まずこの状況について説明しろ。この俺をエコノミークラスどころか、乗り心地最悪の輸送機に何時間も閉じ込めたんだ。くだらねえ理由だったら。そう入れ歯にしてやるから。グルル、歯をむき出す獣人族の威嚇。怖。それについては順を追って説明するから、まずは落ち着こう。いきなり学園を襲撃し、武力行使で強制連行しておきながら、まずは落ち着こう。そう言われて落ち着けるわけないだろう。首をはねられたいのか。危険体 A、 魔法構築の開始を確認。スタンシステムで意識を。ああ、待って。ちょ、タイム。ナイトレイブンカレッジからお越しの皆さん、何か忘れてるんじゃないかな。え？君らが今いる場所はどこ？そんで僕は誰だっけ？僕がボスだ。僕に言いたいことをしないなら、僕も君らに言いたいことはしない。 OK。 兄さんの推奨行動により、みんなが負傷する確率が 56% 低下するよ。いいでしょう。今は他に選択肢もないし、おとなしく従ってあげる。それで、無理やり招待したからにはお茶の用意くらいはしてあるのよね。態度と発言からおとなしく従う意志がみじんも感じられない。まあいいけど、じゃあみんな僕についてきて。ホルト、カンファレスルームに到着するまでにお茶の手配よろ。了解。それはもしかして、イグニハイドの領長、イデア・シュラウド君が嘆きの島の番人
ということか。ああ。と言っても、番人は個人を指しているわけではない。かの一族に属する者は総称だ。確か現当主は、アイドネ・シュラウドだったか。いや、彼女はすでに没した。現当主はアイドネの息子である、イデアの父が務めているはずじゃ。そうか。人間は本当に代替わりが早い。嘆きの島の番人が組織化され、スティークスと名乗るようになったのも、最近の話だからの。奴らがスティークスとなってからは、まだ100年ほどしか経っとらんのではなかったか？ちょっと待ってください。混乱してきたっす。レオナさんから、イデアさんの実家は大財閥の分家だってことだけ聞いてたんすけど、それは表向きの顔で、裏では嘆きの島の番人として、レオナさんたちをさらったスティークスのボスやってるってこと？なあ、嘆きの島の番人は今でこそ都市伝説のような扱いをされておるが、かつて魔法師が魔法使いや魔女と呼ばれていた頃、奴らの存在を恐れぬ者はいなかった。魔法使いが我を忘れて力に溺れるとき、嘆きの島より罰が下る、とな。我が王家に伝わる古文書によれば、かの組織の歴史は非常に古く、起源は神々の時代まで遡る。まだ魔法とブロッドの因果関係が解明されていなかった時代、人々にとってオーバーブロッドとは突然降りかかる厄災そのものだったという。その厄災を嘆きの島に封じ、人々に平和をもたらしたのがジュピター家の祖である。厄災が再び世に解き放たれぬよう、番人となったのがシュラウド家の祖であると記されていた。それも歴史じゃなくて神話じゃない？スケール大きくて、K君ちょっとついていけなくなってきた。だが探求心旺盛な人の子らは魔法の研究をやめなかった。そして時は流れ、いつしか魔法は安全な技術となり、魔法使いや魔女は魔法師となった。今では魔法師免許は国際資格、人々の暮らしに貢献する国際的にも認められた存在じゃ。魔法を悪用し人々を苦しめる魔法師を取り締まる法や政府組織も次第に整備されていき、いつしか嘆きの島の番人どもは歴史の表舞台から姿を消した。だが彼らは嘆きの島で厄災ブロッドの研究をし続けていた。非政府組織スティュークスとして。イデア・シュラウド、彼がシュラウド家の子息であることは我々も把握していたが、シュラウド家とスティュークスの密接なつながりについては初耳だ。私はあらゆる魔法師の文献に目を通した自負がある。しかしそんな記述を見た記憶はない。それは人間側に残っている文献だけの話じゃろ。妖精族と人間はかなりの年月交流を絶っておったからの。国や種族が違えば伝わる内容も違う。そして書物に残らぬ真実も多くある。何者かの思惑によってねじれ歪められることも少なくない。それが歴史というものよ。学園長はイデア・シュラウドがスティークスと関わりがあることをご存知だったのだろうか。もしご存知であったなら、シュラウド家を通しこのような事態を回避できるよう
働きかけることはできなかったのだろうか。どうだろうな。だが知っていたとしても万人どもを止めることはできなかっただろう。スティウクスはオーバーブロッド経験者であるリドルたちを捕らえて何をするつもりなんだ。リリアさんのお話を聞く限り丁重におもてなしされているとは思えませんが、良くて精密検査、悪くて彼らの実験対象、最悪の場合すでに生きては。おい、冗談でもそんなこと言うのやめろよ、ジェイド。っていうかさ、ウミウシ先輩たちの話聞いてて思ったんだけど、あいつら学園をあちこち派手にぶっ壊して、目撃者もすげえいるじゃん。動画撮ってたやつとかもいるっしょ。全然組織を秘匿する気なくね？それとも、そんくらい後から帳消しにできる手段があるってこと？なんか嫌な感じっすね。レオナさんたちの心配より自分たちの命の心配した方が良さそうっす。ブッチのものの言い方は訂正したいところだが、ある意味正しくもある。嘆きの島の所在地が分からぬ以上、我々は彼らを追う手立てがない。君たちはそれぞれ寮に戻り、寮生の点呼、被害状況を確認し報告するように。はい。なんだってレオナさんは俺に寮を預けるなんて言い出したんだか。貧乏くじっす。ロアドゥレオンは君を信頼しているのさ、ムシュータンポポ。自分のプライドを預けるに足る人物だと。信頼なんかで腹は膨れねえんすよ。後で高い肉をおごってもらわないと割に合わねえ。そうだね。そのためにも彼らには無事に帰ってきてもらわないと。ラギー先輩、メッセージ読みました。さっき学園を襲撃した連中にレオナ先輩がさらわれたって、どういうことすか？どうもこうもそのまんまっすよ。レオナさんの代わりに俺が寮のやつら集めて状況確認するんで、君にも手伝ってほしいっす。はい、それはもちろんですけど。監督さん、あちこち傷だらけじゃねえか。もしかしてお前らも奴らにやられたのか？我々 NRC トライブのメンバーはオンボロ寮に集まって VDC の反省会をしていたところを襲撃されてね。レオナ君のようにビルとジャミル君、そしてグリム君も連れ去られてしまった。ビル先輩やジャミル先輩まで。そしてグリム君を助けようとした1年生たちが深手を負ってしまった。あいつら無茶しやがって。私は副寮長の務めを果たすため一度寮に戻らなくてはいけないが、ムシュータフガイ監督生君と共に医務室へ赴き、彼らの様子を見てきてくれないだろうか。ああ、ちょうどいいや。ついでに医務室にうちの寮生が担ぎ込まれてないか確認してきて、ジャック君。うっす。確認したらすぐに連絡入れます。行くぞ、監督生。失礼します。ステイ。悪いがベッドは埋まってる。そこの紙に名前を書いて寮で待機していろ。後で用語共有が巡回を。
なんだ、お前たちはピンピンしているな。医務室に何の用だ。ラギー先輩とルーク先輩に担ぎ込まれた奴らの様子を見てくるよう頼まれて。クルーエル先生こそどうしてここに。俺のクラスの子犬が2匹担ぎ込まれたと聞いてな。まったく子犬のくせに無鉄砲な真似をして。うん、お前も軽く怪我をしているな。来い、擦り傷程度ならこの俺が手当てしてやろう。デュースたちはどのベッドに。二人はまだ目を覚ましてないよ。エペル、もう起きて大丈夫なのか。平気、まだ体がちょっとビリビリしてるけど。お前たちにかけられた魔法の痕跡を解析したが、ほとんどがスタンを目的としたものだった。物理的なダメージが大きかったのは戦った場所が悪かったせいだろう。どういうことですか。あんなボロい建物の中で派手に魔法をぶっ放せば敵にも味方にも被害が出るのは当然だろうが、1年生に降り注ぐ瓦礫を魔法障壁で弾きながら攻撃魔法を使うことは難しい。突発的に光線状態に陥った時こそ冷静な状況判断が大切になる。そうでなければこのように自滅する。あ、確かに戦ってる間ずっと上から瓦礫が降ってきてたかな。これだから後先考えないバッドボーイどもは、起きたらみっちりしつけ直してやる。でも二人はクリム君のために。誰のためであろうが関係ない。バカな真似をする子犬がいれば叱るのもトレーナーの務めだ。今回は怪我程度で済んだからよかったようなものの、もし相手にお前らの命を奪う気があったら今頃取り返しのつかないことになっていたんだぞ。はい、ごめんなさい。ビルさんはそれが分かってたから1年生は下がってろって命令したんだね。ばあ、こったのばっかだ。負けでばっかで情けねえ。ビルさんたちが連れて行かれたのと見出るしかできねかった。最初から何でもできるやつなんかいねえよ。先輩たちも最初から強かったわけじゃねえだろう。何度も悔しい思いして歯食いしばって強くなってったんじゃねえのか。あれができなかった、これができなかったってへこんでばっかじゃ何も始まらねえ。こっから何ができんのか。俺たちに大事なのはそっちだろう。だからいつまでもメソメソしてんじゃねえよ。鬱陶しい。ジャック君。ウェルダン、ハウル。いいアンサーだ。連行された生徒と学園長の身柄については学園側からも何かできることはないか探ってみる。フェルミエもお前も今は体を休めて回復に努めろ。わかりました。僕もう歩けるので寮に戻ります。見たところ医務室に担ぎ込まれたうちの寮生はいないみてえだし、俺も寮に戻るぜ。クルーエル先生、エース君とデュース君のことよろしくお願いします。言われずとも2匹とも俺が預かった子犬だ。しっかり面倒は見る。もちろんお前もグリムもな。 1A の生徒は全てこのクルーエル様の子犬だ。なのに他人がしつけるなど許せない。
実に腹が立つ。わもガッパド気まげる。シットダウン。いいか子犬ども、ここからは大人が対処する。妙なことは考えずおとなしくしていろよ。はい、失礼します。そういや監督生、オンボロ寮が壊れたならどこで寝泊まりするつもりなんだ。ねえ監督生さん、オンボロ寮がなんとかなるまではポムフィオーレにおいでよ。ビルさんならきっとそう言うかなって。だな、あの人なら言ってくれそうだ。それじゃあ一緒にポムフィオーレに帰ろう。きっとルークさんも歓迎してくれるよ。じゃあな、二人とも。うん、今日はありがとう、ジャック君。長い一日だったね。寮に戻ったらシャワーを浴びて。ノン。いってて、ダイだ。急に鏡から飛び出してきたのは危ねべな。すまない、ムシューヒメリンゴ、先を急いでいて。怪我はないかい。なんだ、ルークさんか。珍しいですね、前もろくに見ないほど慌ててるなんて。それにその大きな荷物とほうき、どこか出かけるんですか。そうなんだ、しばらく学園には戻れないかもしれないけれど、どうか元気で。え、しばらく戻れないってどういうこと。一体どこに行くつもりです。嘆きの島さ。ちょっと待ったげ、まさか今からウィルサンダジッド追っかける気ですか。危険は承知の上だよ、だがどうか止めないでくれたまえ。私は寮に戻り、恐ろしい事実に気がついてしまったのさ。え、恐ろしいって。囚われた時にビルがスキンケア用品を何一つ所持していなかったことに。はい。季節の変わり目は肌が揺らぎやすい、特に乾燥は美肌の大敵。適切なケアを怠ればすぐに額や顎に禁断の赤き果実が実るだろう。禁断の赤き果実って。ニキビ、それは若さの象徴でありチャーミングでもある。しかしビルは来週雑誌のカバー撮影が控えているからね。撮影には万全なコンディションでが彼の美学だ。撮影もなんも、まず戻ってこられるかどうかもわかんねえのに。つだ、あんた副寮長だべ。寮あげたらまねべよ。私はポムフィオーレ副寮長である前に美を求め、美を助くことを人生のテーマとするルッシャ・ソー・ドゥアムール。今まさに損なわれようとしている美を見過ごすことはできない。故に私は我が友の美を守るために今旅立つ。いや、そういうことを言ってるんじゃなくて。嘆きの島の所在地は神秘のベールに包まれている。でも心配はご無用さ。
私にはビルたちがどこにいるのか見えるからね。見える？それってどういう？ああ、刻一刻と日没が迫っている。名残惜しいが私は行かねばならない。それでは失礼するよ。アデュー。待ってください、ルークさん。ルークさん。待ってください、ルークさん。ルークさん。行っちまった。嘆きの島ってビルさんたちをさらった鎧の奴らがうじゃうじゃいるのかな。いくらルークさんでも一人で乗り込むなんて絶対危ないよ。どうしよう。先生に報告、いやその前に追いかけて止めた方が。ダメだ、クルーエル先生はおとなしくしてろって。でも、わいーはー、ごちゃごちゃ考えても仕方ねえ。こっちのじっとしていらいぬじゃ。俺ルークさんを追いかける。やっぱり俺誰かが何とかしてくれるのを眠って待ってるだけなんて嫌だ。僕はそっちに行けないから力になってあげられないけど、ルームメイトを急いで探しに行ってあげて。だせ、嫌だ、嫌なんだぞ。コブン。わかってる。俺たちが行ったって足手まといになるだけかもしれない。でもお前だって相棒とダチがやられたのに黙ってらんないだろ。やられっぱなしているなんてナイトレイヴンカレッジ生じゃねえ。行こう。北へ向かって砲機と転移装置を使えば一日、いや飛ばせば半日で。あんな別れ方をしてしまってムッシュ・ヒメリンゴは怒っているかな。ルークさーん、ルークさーん。そうそう、きっとこんな風に元気な声で。え？ハイズイだ！まねっきゃこの！エペル君、監督生君。
私を追ってきたのか。決まっちゃべな。追ってこねの思う方が動画じゃねえ。あんたと一人で行かせねえ。わも行く。おう、ラナ、行けないよ。ムッシュヒメリンゴ、危険だ。危険だのあんたも同じだべ。あの鎧だじさ、何も歯立たねがったべよ。それは止まんねば、ただぎ脅してでも止めるや。宝木の先さ火つけてやる。くらえ。飛びながら魔法を打つと宝木のコントロールが。やめるんだエペル君。あんたが止まったらやめてやる。はっ。まだまだ、もう一発。ダクオウ、ダクオウ、分かったよ、降参だ。エベル君、とりあえずどこかに一度着陸しよう。いやだ、絶対に帰らねえぞ俺は。そうじゃない、まずは落ち着いて話をしよう。それにその服で飛び続けたらすぐに体が冷え切ってしまうよ。まったく、風よけの魔法も施さずに二人とも唇が真っ青じゃないか。もう追い返そうとしたりなんかしないさ。だから私についておいで。サビ。手も頬も氷のようだ。すぐに火を起こすからね。水筒で温かいお茶を持ってきていてよかった。二人ともお飲み、体が温まるよ。これ呪いとかかかってないですよね。僕たちを眠らせて置いていくつもりなんじゃ。まさか、詠唱や専用の道具もなしに一瞬で呪いを付与するなんて、ビルでもなければできないさ。あったげえ、生き返る。本当に驚いたよ、まさか私を追いかけてきてしまうなんて。分かってます。俺たちがついていっても足手まといにしかならないかもしれない。連れて行ってくれとは言わない。だけど勝手についていく。寮長とダチがやられたんだ。このまま黙ってられるかってんだ。なんだよ、怖い顔して。あんただって勝手に出て行ったんだから、おあいこだろ。俺、怒られたって絶対に帰らないからな。の、違うよ。怒っているのは君たちに対してじゃない。え？怒っているのは君に宿る憤霊の魂を見くびっていた私自身に対してだ。怒っているのは君に宿る憤霊の魂を見くびっていた私自身に対してだ。心から自分の力を、仲間の力を信じた者が強い。VDC でそう言ったのは私なのに。それなのに私は何も話さず、君たちを置いて一人で旅立ってしまった。エペル君、自分の心に素直になれる君は強く美しい。それらしい理由を重ねて自分の心をごまかそうとしていたことが恥ずかしいよ。どういうことですか？私も同じさ、エペル君。
本当は愛する友人が傷つけられ、いても立ってもいられなくなっただけなんだ。こんな自分勝手な行動に先生や友人を巻き込むわけにはいかない、そう思っていた。でもそれこそ今更じゃないですか。もうとっくに巻き込まれまくってます。そうだね。いいよ、共に行こうじゃないか、エベル君、監督生君。ただし、二人とも絶対に私の指示には従うこと。約束できるね。ああ、いや、はい。やったな。私やエペル君は、猪突猛進になって周りが見えなくなりがちだからね。いつでも物事を俯瞰できる君の目線は、きっと我々の助けになるだろう。ルークさんが周りが見えなくなってるところなんか見たことない気がするけど、猪突猛進ってところだけはちょっと納得かな。そんなことはないよ。さっき強者でも周りが見えていなくて君にぶつかってしまったじゃないか。そういえばそうですね。というかポムフィオーレの人たちってヴィルさんも含めてみんな見た目に似合わず、ちょっとつ猛進な人が多いかも。我が寮のモットーである奮霊という言葉には、気力を振るい起こし、勇んで立ち向かうという意味もあるからね。文献や石像に姿を残す美しき女王は、どれも秀華平月な美しさだけれど、もしかしたら、実はすごくアクティブな女性だったんじゃないかと私は思っているよ。でも僕たちみたいにしびれを切らして自ら外に飛び出すようなことはさすがにしなかったんじゃないかな。違いないね。みんな静かに。獣のうなり声だ。近いぞ。あ、すいません、今の僕のお腹の音です。おう、ナナ、森の主の縄張りに踏み込んで怒りを買ってしまったのかと驚いたよ。普段ならもうとっくに夕食を食べてる時間だから。今の音をビルが聞いたら美しい眉をしかめるだろうね。目に浮かびます。それじゃあ出発前にまずは腹ごしらえといこう。食事を取りつつ飛行ルートについても説明するよ。ああ、お腹いっぱい、ごちそうさまでした。念のために携帯食料とキャンプセットを持ってきておいてよかったよ。僕たちは気の身気のままで飛び出しちゃったから、食べ物のことまで頭が回らなかった。大丈夫さ、目的地までのルートにいくつか町もある。必要になったら食料はそこで買い足せばいい。そういえばルークさんは、嘆きの島の場所は知らないけど、ヴィルさんたちがどこにいるのか見えるって言ってましたよね。あれってどういうことですか？それはね、私のユニーク魔法の効果によるものだよ。ルークさんのユニーク魔法？私のユニーク魔法は相手を傷つけることも操ることもできない、とても弱い魔法だ。でも狩人である私にはなくてはならない魔法なのさ。私のユニーク魔法は
魔法をかけた相手の居場所を突き止めることができるんだ。それがたとえ七つの輝く丘の彼方、七つの滝の向こう、世界の果てであろうともね。あら、ルークさんが使えると思うとお金魔法だな。ビルたちがさらわれた時、とっさにカローンの一人に私の魔法をかけておいたのさ。すげえ、何も気づかねがった。それでは僭越ながらお披露目といこう。ほら、私から逃げ切ってみせて。 I see you。 やはりか。どうしたんですか？この世界にいればどこにいてもわかると言ったけれど、この魔法も万能ではない。対象が魔法を遮断する乗り物や施設に入った場合、道しるべは途切れてしまう。カローンたちがビルたちを輸送に用いたのは、走行で魔法を遮断する魔導ステルス機だったようだ。じゃあルークさんのユニーク魔法でも追跡は不可能ってことかな。いや、いかに魔導ステルス機といえど、完全に魔力をシャットアウトすることは不可能。ステルス機は自らレーダーや魔法を発する際、ごく短時間そのステルス性を捨てざるを得ない。その一瞬私には見えるの。私がユニーク魔法で獲物につけた印がね、ぽつりぽつりと、まるで森でさまようか弱き姫君が残した可憐な足跡のように。私は狩人、狙う獲物は絶対に逃がしはしない。見えた。彼らは賢者の島を有する黎明の国を出て、サンゴの海を北上、陽光の国と英雄の国を越え、海上でぱったりと痕跡は途絶えている。しかし賢者の島から嘆きの島まではかなり距離がある。ほうきだけで移動するのは無理だと。じゃあどうやって移動するつもりだったんですか？我が半時のご先祖様の中に大変な旅行好きがいてね、先人が世界各地に建てた別荘があるんだ。そしてその別荘には、別荘同士をつなぐ魔法の転送装置が備わっている。それを使わせていただこう。幸運の黎明、陽光、英雄、それぞれの国に一つずつ別荘がある。転送装置を使えば一晩でかなり距離が稼げるはずさ。え、世界各国に別荘？しかも国をまたぐ魔法の転送装置の設置って、国から特別な許可が必要ですよね。ルークさんの実家って一体何の仕事をしてるんですか？ないしょ。旅行を愛したご先祖様たちに感謝をしなくてはならないね。我々がいないと気づいた先生たちが網を張っている可能性もあるし、公共機関を使うのは避けたかったから。ああ、しかしご先祖様はこのことを知れば顔をしかめるかもしれないな。先生に怒られるようなことに使うなと。だが
これも美と愛のため、ご先祖様どうかお許しください。さ、作戦会議も済んだところで、抜け出したことがバレないうちにすぐ出発しよう。ん？何を笑っているんだい、ムシュヒメリンゴ。いえ、ルークさんってすごく変わってるし、実家もすごいお家っぽいのに、先生に隠れて悪いことするときは普通にコソコソするんだと思っただけです。我が校の教師陣が振らせる裁きの雷槌を恐れない生徒がいるかい。私もナイトレイブンカレッジに所属するただの問題児の一人だということさ。そうだ、君たち、体を冷やさないよう出発前に着替えた方がいい。ほうきで長時間飛ぶなら寮服がおすすめさ。ナイトレイブンカレッジの寮服は特別な魔法の糸が織り込まれていて、放熱にも防寒にも優れているからね。特別に監督生君にも我が寮の礼装をお貸ししよう。それお、ビルの御前へ向かうんだ。清掃でなくてはね。エベル君、飛行ペースは合わせてあげられないよ。ついてこられるかな。舐めてもらえば困るや。飛行術ならマジフト部の1年生で一番の腕前ってレオナさんのお墨付きなんだ。絶対おぐれだりサネハンデ。マーベラス、それでこそポンフィオーレ寮生だ。さあ、嘆きの島へ向けてアンルー。ちょっとイデア、さっきのはどういうこと？私、これでも世界的モデルなのよ。自分の肌に触れるものには全てこだわりがあるの。それをフルオートの洗浄マシンで丸洗いってどういうこと？しかも、化粧水の用意すらないなんて。美肌を保つためには、洗顔後のケアが一番大切なのに。洗車機に入れられた車の気分が分かった。乾燥機にかけられるシーツの気持ちもね。口どころか耳の中まで現れたぞ。まだ体中の毛が逆立ってるぜ。僕は何事も効率重視なタイプですが、将来どれだけ忙しくなっても全自動入浴マシンだけは一生導入しないと今決めました。研究員のみんなには入浴がすぐ済んで効率的って好評なんだけどな。ち、何より腹が立つのはこの首輪だ。この蝶か、僕のユニーク魔法オフイズユアヘッドと同じ効果があるようだね。さっきから何度も魔法を使おうとしているけれど全く発動しない。ごめんね、そのチョーカーは正確なデータ収集のために館内ではつけてもらわないといけない決まりなんだ。っていうかリドル氏、魔法使おうとしてたんかい。油断も隙もないとはこのことですわ。では、皆さんが外界から持ち込んだ雑菌の洗浄が済んだところで、まずは自己紹介がてら、我がスティークスの紹介ムービーをご覧いただきます。
紹介ムービー？席にかけて前方のスクリーンをご覧ください。館内では映像の撮影、録音は規定により禁止されています。映像の途中でご気分が悪くなった方は、当館スタッフまで遠慮なくお知らせください。魔法。それはかつて奇跡と呼ばれた超自然エネルギー、イマジネーション。その果てしない可能性。しかし、大きな力は時に災いをもたらす。魔法のある豊かな暮らしを守るため、魔法技術研究所スティュークスは様々なデータを世界中から収集分析、魔導技術の安定運用、魔力解析、遺跡魔法石の保全、ブロット排出量削減、オーバーブロット経験者のケア、魔法災害予測システムファントムのデータベース化、その他様々非営利活動を通し、世界中の皆様を陰からお支えします。魔法師の安全な暮らしと活動を守る魔法技術研究所スティュークス。はい、ムービーは以上となります。ご清聴ありがとうございました。なんだかものすごく安いイメージ PV だったわね。まあ噛み砕いて言うと、スティュークスは不確定要素満載のミラクルパワー、魔法を安全に運用するためにいろいろやってる。中でもブロットに関してはまだ人類が粘土板に文字を彫ってた頃から飽きずに研究し続けております。もう少し詳しく、スティュークスのことを知りたい来館者のために約2時間半のドキュメンタリー映像も用意しているよ。再生しようか？ありがとう。もう十分だ。スティュークスは古来よりブロットの研究をし続けている。そして俺たちはオーバーブロット経験者となれば、お前たちが何をしたいのかは大体察しがつく。で、スティュークスの所長代理様は俺たちにどんな恐ろしい実験をするつもりなんだ？で、スティュークスの所長代理様は俺たちにどんな恐ろしい実験をするつもりなんだ？よくぞ聞いてくれました。まずは君らを椅子にくくりつけて動けなくして、ありとあらゆる方法で体の隅々まで検査して、ストレスとブロット蓄積量に関するデータを取らせてもらおうかな。そんな理不尽な行いが許されると思っているのかい？いや、ネタに決まってるじゃん。冗談通じない人怖。冗談だとしてもちっとも面白くありませんよ。同意ね。こっちは服も魔法も全部取り上げられて丸腰状態なんだから。もう兄さん、みんな突然ここに連れてこられて不安なんだよ。怖がらせたらかわいそうでしょ。あら、弟の方がよっぽど人の心を持っているようね。それに被験体に過度なストレスを与えると正確なデータが取れなくなっちゃう。前言撤回。完全に兄と同類だわ。あのね、ナイトレイブンカレッジのみんなに来てもらったのはデータ収集に協力してほしいからなんだ。君たちはオーバーブロットした。でもファントムに取り込まれず戻れた貴重なサンプルだから。ファントム？オーバーブロットすると、体内に蓄積しきれず溢れ出したブロットが巨大な化身を形作る。
君らも見ただろう。自分の背後に現れた顔のない怪物の姿を。僕らはあれをファントムと呼んでる。まあ我を忘れてただろうから君らがしっかり自覚してたかどうかわかんないけど、オーバーブロッドした時自分の限界魔力量以上の魔法を使えたでしょ。なんでだかわかる？あの化身ファントムは術者の負の感情がたっぷり詰まったブロッドをエネルギー源としてるからだ。ブロッドは魔法を使うと発生する有害物質、通常魔法師にデバフ効果しか与えない。でもオーバーブロッド状態の時はブロッドのデバフ効果がバフ効果に反転するんだ。だからオーバーブロッドした魔法師は本能的に魔力をガンガン消費してブロッドを生成し続ける。それを吸い上げるファントムもどんどんアタックアップする。で、最終的に魔法師の魔力が底をついたら苗床としての役目はおしまい。苗床って言葉のまんまだよ。ジュースが空になった瓶はゴミ箱だ。術者本体は消滅し、欲望と負の感情に囚われた怪物だけが残る。未練がましく呪詛を吐きながらこの世をさまよう怪物だからファントム。そうなったらマジカルフォースに討伐されるか、あるいは捕獲され幻体としてステュークスに収容されるか。ごく稀に魔獣や野生動物なんかに紛れて山奥に隠れ住んだりもしてるらしいけどね。オーバーブロッドし魔力を放出しきれば命を失うと聞いていたが、あの怪物だけがこの世に残るだなんて、にわかには信じたくない話ですね。まあファントムにまでなっちゃうケースはそこまで多くない。そもそも本来オーバーブロッド自体魔力の保有量が多くて実力ある魔法師じゃないと陥らない現象だからね。排出率渋めなソシャゲの10連ガチャで SSR4 枚同時抜きするくらいのレアケースですし。というか実力ある魔法師って思慮深くて自分を律するタイプがほとんどなわけじゃないですか。なのにこの短期間にこれだけの人数が同じ学園内でオーバーブロッドって、うちの学園 SSR 前代未聞の問題児のカードが連続で実装されすぎ腐って感じですわ。お前は本当に人の神経を逆なでするしゃべりの天才だな。では僕たちを被験体として連行するようスティークスに命じたのはイデアさんなんですか？それはスティークス署員がその情報を部外者に開示することは禁じられているよ。ただ各国に派遣されているスティークスのエージェント以外にも情報提供者は世界中にいるとだけ。魔法技術研究所スティークスは昔からブロッドについて様々な研究をしていることは話したよね。その中でも特にブロッドを安全に有効活用するための研究に力を入れているんだ。ブロッドを有効活用するですって。そんなに驚くことでもなくない？社会環境経済の持続可能性については世界中で議論されてる。魔法も同じだ。僕らは魔法を使うことで発生する廃棄物ブロッドも重要なエネルギー資源の一つと考えてる。
大切な資源はリサイクルしなきゃ。でしょ？エネルギー資源。ね。その大切な研究のためなら、使えそうなサンプルは力ずくで捕獲してくる。と。随分とご立派な活動をしてんだな。スティュークスってやつは。今回、みんなに事情を説明することなく、強制的に連行してしまって申し訳なかったと思ってる。でも、みんなだって、もう二度とオーバーブロッドなんかしたくないでしょ？ましてや、ファントムの種芋として、出がらしなんかに絶対なりたくないよね。そのためには、自分の持つ魔力や、ブロッドの性質について知るのは、すごく大切だよ。スティュークス本部には、世界最新の検査設備が揃ってる。ここ以上に正確で詳細なデータが取れる場所はないはずだよ。未来の自分のためにもしっかり精密検査を受けていってほしいんだ。随分と聞こえのいいことばかり言うのね。要はデータ収集に付き合わなければ学園に返すつもりはないってことでしょ？話が早くて助かるよ、リルシェンハイトさん。というわけで、サクッとデータ収集を終わらせよう。みんな、手元にあるタブレット見て。ムービーの次は何なんですか？ NDA、秘密保持契約ってやつ。読んで内容に合意したら、最後にサイン頼ますわ。フォームにメアド登録しといてくれたら、写しのダウンロードアドレス送るんで。はぁ？有無を言わさず連れてこられた私たちに NDA にサインしろですって？武器を持った人間まで同席させておいて、脅しも同然じゃない。ああ出た出た、電化製品の説明書を最後まで読まないくせに動かないんですけどとか怒るタイプ。読む前からファイティングポーズを取らないでもろて。これは君たちを守るための契約でもあるんだ。最初に言ったでしょ、君らが僕らに痛いことをしないなら僕らも君らに痛いことはしない。君らがデータ収集に協力してくれるなら最先端のブロッドケアを提供する。検査にかかる時間は約24時間。たった24時間だけ僕らに協力してくれればいい。でスムーズに検査を終わらせてサクッと全員ハッピーに解散ってことで。僕だってしたくてこんな仕事してんじゃないんだよ。本当は今すぐ推しキャラのイベ走りたいの。一刻も早く解散したいならさっさと読んでちゃちゃっとサインして。くそ、あのかいわれ大根、こっちが丸腰だと思って調子に乗りやがって。この首輪がなければあの野郎の髪の毛を全部砂に変えてやるところだ。あら、レオナ、たまには気が合うわね。あのさ、本当に内容を一字一句最後までしっかり読んで、一項目ごとに質問してくることある？サインするなら、すべての条件に合意できてからなのは当然でしょ？ええ。万が一にも僕が損をするような契約だったらたまりませんから。ビル先輩とアズールの言う通りだ。もし法に触れる内容などが盛り込まれていたらどうするんだい？君らほんとぶれないな。さすが SSR 前代未聞の問題児集団。じゃあ全員からサインももらえたところでさっさと検査を始めよう。バトルシミュレーター、観測用制御卓の準備はすでに完了しているよ。 OK、 まずは被験体のみんなには2チームに分かれてもらう。最初のテストは被験体 A、 被験体 C、
被験体 E で行う。次に被験体 B、被験体 D。ボルト、バトルシミュレーターに A、C、E の3人を案内して。了解。リトルローズハートさん、アズールアーシェングロットさん、ビルシェンハイトさん、僕の後についてきて。残りの2人はこのままこの部屋で待機をおなしやす。僕も席を外すけど、何かあったらドアの横の内線でスタッフにコールして。おい、所長代理さんよ、小腹が空いたら注文できる軽食のメニューくらい置いてねえのか。出た、レオナキングスカーラー。残念だけど、そこになければないですね。ったく、検査中に何でも好きなもの食べていいわけないだろ、チョーコは。これだから…どうちゃ…やれやれ、飛んだことになりましたね。ああ、まったくだな。所長代理、連行した被検体 F の検査はどうなさいますか。医療班からはまだスリープ状態から覚醒していないとの報告が。被検体 F、 グリム氏か。あのモフモフに関しては不確定要素が多すぎる。使える魔法も他の5人とは比べ物にならないくらいしょぼいし、シミュレーターでテストしてもあまり意味なさそうなんだよな。とりあえずまだ寝かせておいていいよ。意識が戻ったら一応報告くだしゃ。了解。被験体 A、C、E、オルトと共にシミュレーションルームに入室。各種データ計測準備完了。2100、記録を開始します。ああ、テステス、こちらオペレーティングルーム。こちらの声聞こえてます？こちらシミュレーションルーム、音声良好。テスト用魔力測定ギア、各被験体に装着完了。ちょっと、あんたたちだけで勝手に話を進めないでくれる？だだっ広い部屋に連れてこられたと思ったら、大きなヘッドセットをかぶせられて何も見えないんだけど。一体僕たちに何をさせるつもりなんだい？まさか、同士討ちをさせるつもりじゃないでしょうね。そんなことはさせないよ。今みんなに装着してもらったのは魔導 VR 用のヘッドセットさ。これから君たちには仮想空間で敵とバトルシミュレーションをしてもらう。仮想空間でバトルシミュレーション？ごちゃごちゃ説明するより体験してもらった方が早いな。ボルト、始めて。待ってください、イデアさん。さっき説明書は最後まで読めって言いましたよね。了解。バーチャルエネミーモードスタンバイ。ダイブスタート。作戦を開始する。全力でかかってきなさい。いいです。真剣に考えた。おやすみ。サポートの限界。静か。魔法はこうつける。わくなるほど。
ポーターお安くしておきますどうですか懲らしめビーム哀れそうやりますね見ていられないねこうしよう被弾反撃はさせんほら被弾無力化するどうしてやろうかしらあんたにはもったいないかしら油断はしない嵐を驚け被弾懲らしめビームあなたに耐えられる任せてサポートあんたにはもったいないかしらよそ見か平行に注意しダメね準備完了当然の結果ねあんたと私じゃステージが違うシミュレーター内で被験体のクールダウンを開始します被験体 A、C、E、バイタル正常ブロッド蓄積量、すべて正常値内ですまあ、だいたい予想通りのステータスって感じですかでも次のテストではどう数値に変化があるかバトルシミュレーターとラケ室システムの同期完了第2テストいつでも開始可能ですじゃあサクサク次のフェーズに行こうオルト、お願い了解バーチャルエネミーモードスタンバイダイブスタートここは大食堂僕たちは一体何を？ああ、ここにいたんだね、ロア・ドゥ・ポワゾン。ディドルも一緒だったんだな。そろそろ寮長会議が始まるぞ。アズール、今日の会議で議題にするとおっしゃっていた件、資料をお持ちしました。どうしたんだい、三人とも。キツネにつままれたような顔をして。俺たちの顔に何かついてるか？いえ、何でもないわ。行きましょう。ビル、行けないよ。そんなに無防備に背中を見せては。ルーク、突然何をするの？ジェイド、トレイ、どういうつもりだい？お忘れではないかな。この学園の生徒は全員寮長に挑む権利を持っている。学園長にはすでに決闘の申請を出してあります。あんたたち、私たちを倒して寮長になろうというの？私はね、ビル、美しいものが好きなんだ。だから一度醜い行為に手を染めた君を美しき女王の椅子には座らせておけないのさ。始めよう、狩りの。へえ、いい度胸が終わりだね。いいチョイスよ。甘いよ。優雅さが足りないな。時間の無駄ね。まだ足りない。やりますわ、見てなさい。覚悟はいいか？あんたにはもったいないかしら。どう？ダメね。そうだね。よそ見か？面白いか？今、同情します。
任せて。力に罠にかかったね。どうでしょう。つまらない人。さあ捕まえな。ほら、そうだ、分かった。見て見ていられない、ね、っとしろよ。さあ行くよ。行くよ。反省したか。これはこれは大健闘でしたね。第二テスト完了。シミュレーター内で被験体のクールダウンを開始します。被験体 A、C、E、バイタル正常、ブロッド蓄積量増加を確認、 68% 解析完了。ラケシスシステム同調率低下、残り 5%。 4、3、2、切断します。シミュレーター内でのクールダウンを全工程完了しました。被験体をヒーリングルームへ移送します。はい、よろしく。それが終わったら次は被験体 B、D をシミュレーションルームへ案内してくれる？了解。名門ナイトライブンカレッジの寮長の保有ステータス一覧、興味深いですな。僕も今そっちのデータを覗いてるけど、すごく面白い結果が出てるね。各被験体の計測数値をモニターに表示。おお、だいぶブロットの溜まり具合に差が出てるね。ですな。まずリドル氏だけど、とにかく魔法の発動スピードが爆発的に速い。魔力保有量も同年代の魔法師からは頭一つ抜けてる。幼少期から英才教育を受けてるスポーツ選手と同じで、物心つく前から特殊な訓練を積んで人為的に魔力量を引き伸ばされてる。じゃなきゃこの数値は出ない。エリートというよりアスリートって感じ。彼はバトルシミュレーション中も判断に迷うと魔法の出力を上げて押し切る傾向にあったよ。押し切れるパワーがあるからいいけど、効率は悪め。それに出力に比例してブロットの蓄積量もかなり多い。解析データを見ると外的要因によってメンタルに影響を受けやすいみたいだ。第二テストでのストレス負荷が明確にブロット量に影響してる。魔法性能は優秀でも体力面と精神面が脆い。攻撃力が高いけど防御が神なピーキーステータスか。もしリドル氏が MMORPG に異世界転生したら、ジョブは遠隔アタッカー一択ですな。ピーキーというならアズールアーシェングロッドさんも面白い検査結果が出てるね。アズール氏は魔法の発動スピードは遅めだけどコントロールは的確。ガンガン数を打って前に出るリドル氏に比べると周りを見て補助に回る選択をしていることが多い。よく言えば落ち着いてて効率いい。悪く言えば他人を盾に時間稼ぎしてる。ということは一歩後ろから全体を見て立ち回るヒーラー系のジョブが最適かも。全文同意。メンタルの立て直しが早めなのもサポートジョブ向きのステータス。でも使える魔法の多彩さに比べて魔力保有量が追いついてないみたい。だからこそじっくり使いどころを練る傾向にあるんじゃない。魔力保有量の少なさを頭の回転の速さで補ってるとでも言うのかな。ユニーク魔法も魔法道具を一回かませたりしてて特殊だし、アズール氏はとにかく身長第一って感じ。リドルローズハートさんとは真逆の立ち回りだね。言えてる。で最後にビル氏だけど、いやー安定してますな。魔力保有量、具現速度、魔法威力、
すべての数値が高い水準を保っているよ。特別尖った性能ってわけじゃないんだけど、攻撃も防御も苦手がない感じ。確かヴィルシュはナイトレイヴンカレッジに入るまで専門的な魔法教育を受けていなかったはずだけど、それを思えばなかなかの数値でござるな。体力面も精神面も安定していて、ストレス負荷によるブロッド量への影響が少ない点にも注目したいね。これは絶対にタンクを務めてほしいステータス。わかる。タンクは戦闘にとって敵と対峙しつつも冷静な判断でパーティーを導かないといけない。ビルシェンハイクさんにぴったりのジョブだ。ビルシュのユニーク魔法ペアレストワンオブオールは持続型のデバフだから、保有魔力量が多めで発動から消滅までの時間が長いのもポイント高い。本人と一緒に寝とげするのは嫌だけど、この3人がキャラクターとして登場してるゲームなら楽しくやれそうっすな。ひひ。連れて行かれた3人、一体何をされているんでしょうね。虫か、別に構わないが。あのカイワレ大根、喋りすぎだ。え？カイワレ？ああ、イデア先輩のことですか。言われてみれば、学園にいる時より口数が多い気がします。というか、イデア先輩は寮長会議にもほとんど顔を見せないので、あくまで印象論ですが。そういうこっちゃねえよ。ステュークスは秘匿された組織のはずだろ。守秘義務契約にサインさせたところで人の口に戸は立てられないもんだ。理性を失ったファントム相手ならまだしも、俺たち相手にイデアは情報を漏らしすぎている。なるほど、確かに。それに俺たちを連れ去る時にも、あのカローンとかいう鎧がかなり派手に学園で暴れていやがった。そうですね。スマホで動画などを撮影し拡散している生徒もいるかもしれない。情報を規制する方法について考えられるパターンはいくつかあるが、嘆きの島に連れ去られて帰ってきた魔法師はいない。先輩 D、 レオナキングスカラーさん。被験隊 D、 ジャミルバイパーさん。検査を始めるよ、僕についてきて。はいはい、お手柔らかに頼むぜ。被験隊 B、 D、 オルトと共にシミュレーションルームに入室。各種データ計測準備完了。ふたふた00、記録を開始します。コスト用魔力測定ギア各被験体に装着完了。それじゃあ被験体 B、D の第一テストを始めるよ。了解。バーチャルエネミーモードスタンバイ、ダイブスタート。拡張戦闘モードを起動します。心配するな、全てうまくいく。策を取ろう。サポート、サポートさ、前。ああ、えいっ、面白い。
支援する。油断はしない。知らん。こらしめビームスリム、いい子にしてる。つまり離脱離脱だが、こちらに任せた。正解だ。サポートはナルト。タイロを防ぐ。やる気か。タイロを防ぐ。さあ、どうだ。あ、俺もそうする。サポート。サポートはナルト。俺を見る。ほら、すべてうまくいっただろ。完了。シミュレーター内で被験体のクールダウンを開始します。被験体 B、D、バイタル正常、ブロッド蓄積量すべて正常値内です。ラケシスシステム同期完了。第二テスト準備完了しました。はい、じゃあ次行ってみよう。了解。バーチャルエネミーモードスタンバイ。ダイブスタート。学園の植物園。おい、レオナさん。ジャミネ、やっと見つけた。置いていかないでくれよ。悪い、カリム。レオナさん、魔法薬学のレポートの提出期限今日までっすよ。今回は絶対に提出させろってクルーエル先生に。うわっ。レオナさん、何すんすか。すげえな、よくできてる。俺の頭の中に干渉して記憶の中からこのラギーの映像を作り出してんのか。は？一体何を言って。油断したところを後ろからドカンとやろってんだろ。そうはいくかよ。ああ、なるほど。やはりそういうことですか。それでこちらが動揺しそうな言葉を投げかけて揺さぶりをかける。確かによくできてます。ジャミル、どうしたんだよ、急に怖い顔して。んじゃ、さっさと検査とやらを終えようぜ。はい。俺と勝負？いいぜ。心配するな、すべてうまくいく。考えたな。さて、こっから見て。一発からの。さあ、見て。どうだ。始めようか。油断大敵っす。まだまだ。前だ。こういうこともできるんだぜ、ニデ。俺もそうする。はいはい、サポートは無理はすんなよ。前、ニデ。油断したな。かかってくる。いたいた、すれ。始めようか。無理はすんなよ。サポートは慣れてる。見せてやるよ。前、いて。なめんなよ。かかってこい。いたいた。俺もそうする。油断大敵さ。さて、こっからどうすんだ。いた、朝見しないよ。見せて。いて、踊れ。俺に勝てると思ったのか。
早い早い。二人ともシステムの構造に気づくの早い。レオナ C、 さては夢の中でもこれ夢だなって秒で気づくタイプでしょ。つまんないな。ジャミル氏もストレス負荷がほとんど数値に影響してない。なんでオーバーブロッドしたんだこの二人。あとビル氏、ラケシスシステム同調率低下残り 5%。 4、3、2、切断します。シミュレーター内でのクールダウンを全工程完了しました。被験体をヒーリングルームへ移送します。ふたふた4号テストの全工程を終了しました。モツです。データのバックアップが終了したら各自上がって。了解。全被験体をヒーリングルームへ移送完了したよ。みんなよく眠ってる。お疲れ様、ボルト。兄さんもお疲れ様。レオナ・キングスカラーさんとジャミル・バイパーさんのテスト結果は？計測完了してるよ。今モニターに表示する。わあ、どちらも優秀な数値だね。レオナ氏は腐っても王室関係者っすな。幼少期から高度な魔法教育を受けてるのが如実にわかる。魔法の発動スピードも魔力保有量も非常に優秀。中でも出力の微調整がピカイチで、敵の攻撃威力に合わせて繰り出す防衛魔法はお見事。魔力の無駄遣いが少ない。つまり無駄なブロット蓄積も少ない。ストレス負荷によるブロット蓄積値に大きな変動がないのもポイントが高いね。でもこれに関しては何とも言えないっすな。レオナ氏が外部要因から来るピンチに強いのは分かったけど、内部から来る怒りや悲しみの感情に強いかどうかは今回は計測できてない。なるほど。精神面が安定傾向にあるからこそ、大きく感情に波風が立つとき爆発的にブロットの蓄積量が増える可能性もあるのか。レオナ氏もビル氏と同じくタンクの助暴を務めてほしいステータスをしておりますが、本人の性格がリーダー職とも言われるタンクに全く向いてないのは置いといて、みんな性格と最適ジョブが絶妙に噛み合ってないところが SSR 前代未聞の問題児っぽさ満載。ワロス。じゃあジャミルさんは？ゲームならどんなジョブにつくのがいいかな？ジャミル氏は、どのジョブでもそれなりに立ち回れそうなんだけど、傾向としてはアズール氏と似たタイプですな。速度よりも効率に重点を置いてる。プロフィールを見るとジャミル氏もナイトレイブンカレッジに入るまでは専門的な魔法教育は受けてない。ガス欠を恐れてるのか、常に魔力残量を気にして立ち回ってる感じがある。兄さん曰く、よく言えば落ち着いてて効率いい、悪く言えば他人を盾に時間稼ぎするタイプか。ただ防衛魔法の発動だけはかなりスピーディーで的確、カリム氏の護衛役だからそこに特化してるとか。じゃあタンクをサポートする近接アタッカーかヒーラーが最適ジョブかもね。ですな。初心者向けジョブと思いきや結構立ち回り難しくて上級プレイヤー向けのやつ。誰が実装されてもジョブレベルを上げるのが楽しいゲームになりそう。 RPG ゲームナイトレイブンクエスト。悪くないかもね。いいなそのゲーム、僕やってみたい。オープンワールドでさ、まず最初に7つの国があって。いやいや、オープンワールドって内輪向けネタなのに開発コスト高すぎか。64kbのカセットロムなら考えてもいいけど。兄さんならサクッと作れちゃいそうだけどな。まあね、でもめんどくさいからやんない。ねえ兄
兄さん、今度マッスル紅さんとやってる MMORPG に他の寮長さんたちを誘ってみたら？え、いや無理無理、急にどうした？ゲームなんて興味ないメンツばっかりでしょ。それにスティークスに関わった人間は例外なくレテの川を通る。レテの川は記憶からもデータからも僕たちの存在を消すことができるシステム。外界の生きてる人と親睦を深めようなんて考えるだけ無駄だよ。どうせいずれ全部なかったことになるんだから。うん、何話すんだぞ。ここは VDC が終わって、その日の夜に腹が減って、それからこれ様、なんで古文にあんなこと。もしかして古文のこと引っかいたからここに連れてこられたのか。みんな連れてかれてまる。待て、この待ってろ、クリム、今助けてやる。お前、俺らは手出すなって言われただろうが。あ、もう。でも足も出ねえ。チクショウ。あいつらボロボロだった。エース、デュース、エペル、コブン。俺様、もうオンボロ寮には帰れないのか？青い空、暖かな日差し、今日は絶好の飛行日和だね。そうですね。ん？なんだか元気がないね、エペル君。長距離の移動で疲れてしまったかな。それもありますけど、いろいろすごすぎて。え？ルークさん家の別荘が全部、とにかくすごすぎて。なんだ、そんなことか。気に入ったなら、いつでも遊びに来てくれて構わないよ。あんなうだでー別荘、気軽に遊びに行くのはとても無理かな。監督生さんもそう思ったよね。今度はビルや元 NRC トライブのみんなも呼んでパジャマパーティーでも開催しよう。たまに兄弟が使っていることもあるけれど、事前に連絡をしておけばいつでも使わせてくれるはずさ。ルークさんって兄弟がいるんですね。何人兄弟ですか？上に2人、下に3人の6人兄弟だよ。6人？多いですね。これだけ人数が多いと顔を合わせるのは年に一度くらいだけどね。予定を合わせるのが難しくて。でも全員揃うととっても賑やかだよ。
おかしいな。ルークさんのことを知れば知るほど、より謎が深まっていく。エペル君、監督生君、もう少しで ICU でカローンにつけた印が消えたポイントに到達するよ。あ、そこに嘆きの島が。ああ、加工してみよう。島どころか浅瀬も見当たらねえ。ルークさん、本当にここで会ってるんですか？間違いない。ここにビルたちがいるはず。さて、残り半日。次の検査項目はっと。所長代理。はい、こちらイデア・シュラウド。どうした？当施設が何者かに攻撃を受けています。は？どういうこと？インビジブルシールドは？シールドは正常に動作してるよ。外敵からの侵入は不可能なはず。現在カローン、ヘプタハンが出撃準備完了。先行して偵察ドローンが会場に出ております。了解。全ドローンの外部モニタリングシステムに接続。映像をモニターに出力します。ボンジュール、嘆きの島の皆さん、私は美を求め、美を助く、人呼んでルシャ・ソードゥア・ムール、ルーク・ハント。貴殿らが連れ去った我が盟友ビル・シェーンハイトの気球存亡の時上、今ここに馳せ参じた。ドゥエー、ルーク氏、なんでここに？ていうか、どうやってここに？ヘプタハン、戦闘配置に到着。襲撃者、排除します。タイム、排除したいけど排除しちゃダメ。とりあえず、確保。襲撃者を目視で捕捉、捕獲行動を開始する。あ、ビルさんたちをさらった黒い鎧の奴らが出てきました。ってことは、ルークさんの見立ては正解だったってことだよね。ルークさんのユニーク魔法、うだで。いいかい、エベル君、監督生君、ある程度戦ったらすぐに降参するんだ。私たちの目的は彼らに勝利することではない。捕虜になって嘆きの島に入ることですね。ウィ、あの空飛ぶアーマーの前ではこちらが圧倒的に不利。まずは足場を作るよ。これでよし。さあ、愛と美のための戦いが今幕を開ける。までか、が、やられた。あ、ありえん。ナイトレイブンカレッジ、 SSR 前代未聞の問題児をさらに追加テストしてくるとは。所長代理、捕獲した襲撃者の処遇はどうなさいますか？
ナイトレイブンカレッジに送り返すことも可能ですが。でも、なんでルークハントさんたちはこんなところまで僕らを追いかけてきたんだろう。学園の教師や他の生徒を引き連れてきているならまだしも、偵察ドローンから送られてきた情報を見る限り周辺に生体反応は見つけられない。ヘプタハン、ルーク氏、いや、襲撃者は発信機や通信機を所持している？通信機はスマートフォンのみ所持。しかし3名とも電源が切られています。自分たちで GPS の追跡を無効にしたってことか。カローンハント交戦前にルークハントさんが、貴殿らが連れ去った我が盟友ビルシェアハイトの気球存亡の時ゆえ、今ここに馳せ参じたって言ってたけど、もしかして気球存亡の時って連れ去られたことに対してじゃないのかも。で、例えば？ビルシェアハイトさんが精神的、身体的に何らかの重大トラブルを抱えているとか。彼は芸能活動をしているし、学園側にも伝えていない特別秘密事項がある可能性は 0% ではないよね。いや、まさかそんな重要事項がステュークスの調書に記載がないはずが。聖者は生きたまま元の世界に返す。それがこの島の掟。万が一を避けるためにも、一旦ルーク氏たちから話を聞こう。どうせみんなレテの川を通るんだ。すぐ追い返しても、話を聞いてからでも、結果は変わらない。そうだね。ホルト、ルーク氏たちを、外周モノレールでヘカーテ地区まで移送して。了解。エントランスゲートエアロック減圧開始。オキアノスホールオープン。嘆きの声が。嘆きの島って、まさか海の中に？ただいまより対象者の移送を開始。ブラインドスタン魔法を執行します。え、うわぁ！君らさ、リアルはゲームと違って気軽に生き返れたりしないんだから、あんまり無茶な真似はしない方がいいと思うよ。代理とはいえ、ボスが拙者じゃなければみんなまとめてあの世行きでしたぞ。すごい、海の中に街が。ああ、私たちは
本当にたどり着けたんだね。嘆きの島に。